さよなかげろうの一つがいいなら忘れた方がまし、線のないことばかり聞いてられないわ、言いたくないわ。はい、皆さんこんにちは。今回の動画なんですけれども、ヨベシカさんで春日咲という楽曲を歌い方解説したいと思っております。イエーイ。はい、この楽曲なんですけれども、実はですね、音楽がアップロードされた後にすぐにですね、今動画を撮っているので、まだね歌詞が出ていなくてですね、もしかしたら歌詞がちょっと聞き間違えてる可能性もありますので、もし間違えていたら教えてください。よろしくお願いします。精一杯ね歌い方解説していきたいと思っておりますので、この動画がいいなと思ってくださった方はいいねさせ、チャンネル登録、そしてツイッターのフォローお待ちしております。それでは行ってみましょう。どうぞ。大丈夫だよ大丈夫、寝てればなんとかなるし、どうしたんだいそんな顔してさ、別にどうともないよ。はい、それでは解説していきたいと思います。大丈夫だよ大丈夫、はい、ここなんですけど、大丈夫だよだよっていう感じで、ちっちゃいあが入ってるので、だにアクセントしてみてください。大丈夫だよ大丈夫ぷーって感じで、ここですね、ちょっと上から下にフォールしてるような感じで歌われていました。はい、大丈夫ぷーみたいな感じで、ちょっとだけ語尾は息っぽくされてます。大丈夫みたいな感じですね。ブレスして、寝てればなんとかなるし、はい、ここなんですけど、寝てればなんとか、はい、なーととにちょっとアクセントしてあげると、ちょっと雰囲気よくなるかなと思います。寝てればなんとかなるし、でしー、ちっちゃいイが入ってます。ブレスして、どうしたんだい、はい、どうしーまでは地声で、たんだいのところでファルセット裏声になってます。どうしたんだいそんな顔してさ、はい、そうにアクセントしてみてください。そんな顔してさ、さーのところをちょっと息っぽくしてあげてもいいかなと思います。してさーみたいな感じですね。でブレスして、別にどうともないよ、もう本当にちょっとどうともないよっていう感じで、ちょっとだるそうに歌ってあげると雰囲気出るかなと思います。別にどうともないよみたいな感じで歌ってみてください。駅前で愛を待ちぼうけ、他にすることもないし、誠実の価値も教えてほしいわ。はい、続いて解説していきたいと思います。駅前で愛を、愛をちっちゃいあが入ってますので、ここあにアクセントしてあを入れてみてください。駅前で愛を待ちぼうけけ、上から下にちょっとフォールした感じで歌われてます。そして語尾はちょっと息っぽく、待ちぼうけけって感じで歌ってみてください。他にすることもないし、はい、ここね音程ちょっと難しいので、ここね音程気をつけて歌ってください。他にすることもないし、ブレス、誠実の価値も教えてほしいわ。はい、正にアクセントしてみてください。誠実の、のっていう感じで、ちょっとのの前にうん入れてあげると、原曲っぽくなるかなと思います。誠実の、みたいな感じですね。価値もかにアクセント。教えてほしいわ。ここね、音程ちょっと難しいです。教えてほしいわ。教えてほしいわ。教えてほしいわ。っていう感じで歌われておりました。ことなかれ愛など忘れておくんなまし、苦しいことだって何でも教えておくれ。はい、それでは B メロの解説していきたいと思います。B メロなんですけど、熱量がねボワーってアップしていきますので、ちょっと気持ちもねアップしていきましょう。で、こと、こうにアクセント、ことなかれな、ちっちゃいあが入ってます。で、かにアクセント、なかれ愛などはいはいっていう感じで、ちっちゃいあが入ってます。そしてあにアクセント、愛など忘れておくんなまし、ブレス、忘れて、はい、ここで忘れてっていう感じでリズムね気をつけてください。忘れておくんなまし、ブレス、苦しいブレス、ことだって何でも教えておくれ。ここの音程難しいので、ここねしっかりと覚えてくださいね。苦しいことだって何でも教えておくれ、苦しいことだって何でも教えておくれっていう感じで歌ってみてください。さよなかげろうの一つがいいなら忘れた方がまし、線のないことばかり聞いてられないわ、言いたくないわ。はい、それではサビの解説していきたいと思います。サビはですね、A メロと比べるとちょっと強めに声をね、張っているかなと思います。さような、はい、ようにアクセント。さような、かげろうの、はい、のにもアクセントですね。かげろうの、一つがいいなら、いいなら、ここの音程ね、気をつけてくださいね。いいなら、忘れた方がまし、はい、忘れた方がまし、ファルセット、裏声になってます。はい、ここね、裏声にしてくださいね。忘れた方がまし、っていう感じで歌ってみてください。
そしてブレスして、線のないことばっかり、はい、ここ線にアクセント、線のない、ちっちゃいあが入ってます。下から上にずり上げてください。線のないことばっかり聞いてらんね、例のところで私はですね、裏声ファルセットにしてます。聞いてらんねないわーわー、ちっちゃいあを入れてます。でないわーっていう感じで入れてます。そしてブレスして、次はですね、ちょっとだけ優しめに歌ってあげると雰囲気出ていいかなと思います。言いたくないわ言いたくないわっていう感じで歌ってます。もし余裕ある方は言いたく言いたくみたいな感じで歌うと、ちょっとね、原曲に近づくかなと思います。言いたくないわで、ないちっちゃいあとわちっちゃいあがまた入ってますので、これね、しっかりと母音も丁寧に歌ってみてください。言いたくないわっていう感じで歌ってみてください。はい、皆さんお疲れ様でした。いかがでしたでしょうか。この動画がいいなと思ってくださった方は、いいね、そしてチャンネル登録、そしてツイッターのフォローお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。もっとねー。